この間久しぶりに会った20年来の友達から聞いた話だ。友達はある女子校で英語の教師をやっていた。 A はいつも英語を教えるクラスの生徒に配るプリントを校内のコピー機で配っていたのだろう。担当クラスは1学年に移って、全員分数で結構な枚数になるそうだ。一気に4クラス分をすると時間がかかるわ、紙なくなるわで、いろいろと面倒なので。A はクラス人数分ごとの数量整理、授業前にいちいちコピーをするようにしていたらしい。しかし、なぜかあるクラスだけ数が違って出来上がるんだそうだ。32年分32枚吸ったのは、いつも33枚出来上がっているという。最初は A はいつも、ただ数を間違えたんだろうと思って気にしなかったそうだが、いつもとなると、なんだかおかしい。他のクラスではそんなことないの。A は、教室に並ぶ机の一番前の席の一列の生徒に、後ろに回してね、と言ってプリントを配る。すると、手元に必ず1枚余るそうなのだ。前にそれを見た生徒に、先生、なんでいつも1枚余るの？と聞かれ、これは先生の分だから、と答えたそうなのだが、そんなつもりで吸っているわけじゃないが、自分がよく知っている。だいたい自分の分はすでにきちんとファイルに入っているのだから。いよいよ不思議に思ったよ。自分がちょっとおかしくなってるのじゃないかと思い、コピー機の前で数を数えてみることにしたんだって。プリントをセットして、枚数を31と入力する。31枚プラス原本32枚、1枚2枚、どんどん出てくる。A は目を離さずにそれを数えていたそうだ。とうとう31枚出てきたところで、コピー機は止まった。原本を足して再度数えてみたところ、やはり32枚で間違いない。しかし、そのきちんと数えたプリントをそのまま例のクラスに持っていき、配ってたところ、やはり手元に31枚余ってしまったそうだ。ええよ、この時に初めてゾッとしたらしい。ええよ、慌てて生徒の数を数えた。休みの生徒もな、ちゃんと32人いる。余るはずがないのだ。でも余ってる。A は呆然としてしまい、生徒たちに、このクラス32人だよな。と聞いてみた。すると、クスクス笑われ、先生、寝ぼけてるよ、などとやじられた。でもその後、33人いないよな。と生徒たちに念を押した A の顔がマジだったからか。先生、マジでやめてよとか、冗談きついよとか、教室内がもうすごい騒ぎになってしまったそうだ。これはいけないと A は気を取り直して、なんでもない、やっぱり俺の気のせいだ、そう言って教室内の人生が起ころうとしたそうだ。その時、なんで分かった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 ってすげえ声で叫び出したやつがいたんだって。それで A はもう恐ろしさから気が遠くなって、気がついた校長室のソファーで寝てたらしい。で、まあ、
A はその学校にもいなくて、すでに教師でもない。早い話。学校を辞めて地元に戻ってきたんだよね。今は実家でブラブラしてる。ちなみに俺んちの2軒隣、 A が戻ってきた時、なんで先生辞めたのか言葉を濁してたから、ずっと聞きたかったんだけど、この間酒の勢いで聞いたらこんな話をしてくれた。何が一番怖いって、 A が学校することになった時、やたら避けられていた問題のクラスにいた生徒を捕まえて聞いたら、なんで怒ったって叫びまくってたの。なんと A 自身だったらしい。でも A は声は聞こえたけど、俺が言った覚えなんてない。やっぱり A がおかしいのかな。